第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会4回戦ガンバ大阪対 SC 町田ゼルビアの試合は3対2でガンバ大阪が勝ちました。この結果、12月23日に行われます準々決勝にガンバ大阪が進出となりました。なお準々決勝は12月23日長井スタジアムにおきまして、ガンバ大阪とセレッソ大阪対清水エスパルスの勝者で行われます。Thank you.